ルイ・リック・ロアゾード・ペルス・ユイは、フランスのバイオリニスト、指揮者、合唱指揮者、教育者、作曲家、劇場監督。ペルス・ユイは、故郷のメスで音楽教育を始めた後、1787年にパリへと移り1793年にオペラ座の管弦楽団に入団した。彼はキャリアを通じて、この団体で過ごすことになる。1803年に合唱指揮者、 1810年にジャンバティストレイに代わって指揮者に就任した。同時に彼はマネージャーとして管理業務にも携わるようになり、1816年に音楽監督、1817年に舞台監督、そして1817年9月3日に総監督に就任した。彼は病気を患って1819年11月13日に知りまで、 この職に止まった。ペルスユイは、バレエ、オペラ、オペラコミックに作品を残した。彼が、最も成功を収めたのは、ジャン・フランソワルス・スユールとの共作である、レトリオンフ・フデトレイジェンである。1810年から1815年にかけての、オペラ座では、最も上演機会が多かった、作曲家はペルスユイであり、上記、 トレイジェンを中心に157回の講演が行われた。彼のオペラコミックはサルファバールでも好評を博した。また彼はマクシミリアンシュタードラーのオラトリオ、レクワゼイなど他の作曲家の作品の翻訳作業にも携わった。ペルスユイは1802年までパリ国立高等音楽舞踊学校で歌唱を指導していた。オペラ座では彼の名を冠した。 歌唱学校の設立が提案された。これは実現しなかったものの、彼は非公式に歌唱指導を継続していた。ペルスユイはパリで没した。出典。ありがとうございます。